中部盲導犬協会徒歩での経路。改札を出て正面の歩道まで20メートルくらい歩きます。歩道へ出たら右方向へ曲がります。東の方向へまっすぐ進みます。右側はパチンコ屋さんです。信号交差点までまっすぐ進みます。横断歩道をまっすぐ渡った正面が中部盲導犬協会です。自動ドアの前に上り階段が3段あります。自動ドアを2つ通ると受付は右側にあります。玄関ホール左側にはチャリティーグッズの販売やパネルの展示があります。ぜひお越しください。